夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。やっとヤツと顔を合わせることができたな。ヤツがここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。ヤツはこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神がフォンテーヌ人を創造したとき、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液は、あのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大海を離れた後は、大勢の民衆が集まる歌劇場が、おのずと最優先の目標になった。さっきのって、あいつをひとまず追い払っただけでしょ？回復したらまた陸地に上がって、フォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの？ああ。むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのも、あのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るに、クジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアがあのクジラと腐れ縁があったことが、まさかこんな時に役に立つなんてな。そういや、クジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや、星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなお、あのクジラは生き続け、他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに、そんな時に、この相手にはそもそも勝てっこないだなんて、ずるすぎるでしょ。盛大な開演に
こういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるは必ず起こる。あ、一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも、神の視線の視覚で、テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。おそらく死刑執行の時間だろう。君は すまない。その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ。ああ、そんなに驚いてくれるってことはつまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた。ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは天理さ。天理を欺く。あの予言のことだよ。面倒だろう。全ての人々は解け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に俗世の七執政である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃にようやく僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も人を創造したことの原罪も何もかも
一気に僕に押し付けたんだね。ああ、でもまあ、しょうがないさ。なんと言ったって、僕もかつては彼女の眷属。あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり、君もかつてエゲリアによって、人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることは、ずっと僕の夢だった。今だって、何の変わりもないさ。僕からすれば、人間の存在そのものが、美しい歌劇のようなもの。神になってから、僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのは、その神格さ。それに対して、人間の僕を、僕は、フリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は、人間しか持たない長所。その短所も、人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナは、まさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は、本当の人間と全く一緒で、それこそ、僕の理想の自分だったからね。その後、僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう？予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において、一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって、神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に、人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に、正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜ、エピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きな命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとって、これはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば、僕はちゃんと、僕に謝らないとね。この500年は、彼女にとっては、この上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う、歌劇だった。舞台に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。ふん、とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。
僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。みんな、これはちょっとした舞台アクシデントだ。心配せずとも、守衛が対処してくれるさ。ここよ、マジックスタート。握手ご用意を。見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。サプライズ。注目。フリーナ、フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。僕は君の目の前にいるよ。ちょっと待って、どういうことだい？君は鏡の中の僕？うん、その呼び方も悪くないね。では、これから僕は鏡の中の君だ。鏡の中の僕。君は僕に何か用？予言のことを聞いた。予言？あ、待って。僕は知ってるみたいだ。なぜかはわからないけど、それは僕の頭の中に存在しているかのようで、人々は皆、海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めて、フォンテーヌ人の罪は洗い流される。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ？僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のことだけは、はっきりと覚えている。予言の内容は、本当に起きることなのか？そうだよ。これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ訪れる。全てが予言通りになってしまう。逃げたって無駄だよ。それってすごく大変なことなんじゃないか？みんな死ぬのか？フォンテーヌ人として僕も溶けてしまうのか？心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人々に天気をもたらすためなのさ。君が今日僕に出会えたことだってまさにそうだよ。みんなを救う方法は僕が教えてあげる。ただその代わり、
君はいくつもの苦難を乗り越える必要があるんだ。なんだ、救える望みがまだあるのか。本当にびっくりしたよ。君があんなに怖そうに言うからだよ。苦痛については、僕の頭に最初に浮かんだのは、確かに、なぜ僕がそんな苦痛を味わわないといけないのかってことだった。けど、どうせ予言が本当に実現してしまったら、僕も死ぬんだろ？それに、奇遇はこうして僕を訪れたわけだ。こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考える必要もないだろ。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、なんでもない。いいかい、フォンテーヌは今水刃を失ったばかりだ。君には新しい水刃を演じてもらう。神を演じる？ああ、ずっとずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど万が一君の身分がバレてしまうと、最後の希望もそのまま消えてしまうだろう。でもそんなのどうやればいいって言うんだ？人の身分で神を演じて全くバレずにいるなんて。安心して、君のやるべきことは自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについてはよく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕頑張ってみるよ。それで僕はいつまで水刃を演じ続けないといけないんだい？この任務をこなすために君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで君が年を取ることはない。しかし僕は約束しよう。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符が打たれ、全ての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。すでに数立帝は僕が水刃を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水刃を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水刃だ。い
一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次は、これが新しい水神？数立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ？もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい？どうしてみんな僕を疑うんだ？まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、アマツさえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい？ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。どうりでここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。罪の中に咲く正義こそ最もかぐわしい香りを放つのだから。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は歓声と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあフォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。ダメだ、それじゃまた疑われる。フォンテーヌの民が思う神を演じないと。我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ裁定カーディナルの前でならば、僕
魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おおフリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せるといい。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような、全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、ディオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？あ、覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く進めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そう言って聞かなくて。いいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示している。まあいい、今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。ほほん、そうか。神の領域に触れることだ。無理もない。とはいえ、
彼らのその精神は称賛に値する。やっと一日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ。今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポワソン町の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きがあったら知らせるんだ。はあ、今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休もできるなんて。本当に夢みたい。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると20代ほども前のディオデール夫人まで遡るそうです。それはいい、優秀な一族じゃないか。君のように敬虔な信徒、もとい敬虔な信徒の子孫に会えるのは僕にとっても最高に嬉しいことさ。そんな、恐れ入ります。フリーナ様、あれ、フリーナ様。ん、どうしたんだい。我が忠実なる民よ。泣いておられるのですか。あれ、なんということだろう。気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ僕は水元素を司る神だからこれも仕方ない。なるほど、神であるフリーナ様のお力の表れだったのですね。それを直に拝見できるなんて身に余る光栄です。終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。
たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で無理する必要はないかもしれない。他に何を知ってるのかはわからないけど、あなたの民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。私は見届けるもの。私に相談してくれればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。旅人の言う通りだ。彼女になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら、リスクを背負うのはフォンテーヌの民全員なんだぞ。ダメだフリーナ、利己的になるな。でももし本当に平気だったら。フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。つまりフリーナでさえ真実は知らないと。計画の全貌を彼女には言っていないのか。ああ、天理を騙すにはまず己を騙さなくちゃ。彼女は本当に大したものだった。この500年、彼女の意志が少しでも揺らいでいたら、フォンテーヌは最悪の結末をたどっていただろうね。人間を信じる、やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半分程度に過ぎないのだろう。重要なのは
この状況でどうやって予言からフォンテーヌ人を救うかだ。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。君もとうに気づいているはずだろ。ユシ最低カーディナルがそんなに単純なものじゃないってことに。確かに私はユシキに自我が存在することを疑っていた。リネ君もあれのコアがある部屋から人の声を聞いたことがあるらしい。今にして思えば君が自分の意識をユシキに隠していたのだ。そうだな。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったままユシキと一つになったんだ。でも君のユシキに対する理解はまだちょっと浅いかもね。実を言うとユシキは正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。その本当の役目は正義の神を殺すことさ。なんだと？ああ、いやいや、正確には正義の神を鎌倉もろとも破壊する機械と言った方が正しいかな。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見てただのうのうと楽しんでるだけの輩じゃないんだよ。この500年僕の役目はユシキに立証混合エネルギーを蓄積し続けることだった。もう気づいている人もいるみたいだけど、ユシキが生み出すエネルギーの中でフォンテーヌの都市に使われているのはほんの一部だけさ。残りのほとんどは全て蓄積されてきた。今日の死刑執行のためにね。今日の審判も死刑もやはり君の計画の一部だったか。500年間フォンテーヌの民が何千年も何万年も使えるほどのエネルギーをユシキに貯め続けてきた。そんな膨大なエネルギーをもってして初めて天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊し、水神の鎌倉を破壊するための隙が生まれるんだ。ゆえにユシキが出した結論において死刑に処されるのはフリーナでもフォカロルスでもなく水神というわけか。水神の鎌倉を壊す。私の思い違いでなければまさか君は。もちろん君にはもともと属するはずだったものを返すつもりだけど、言い換えれば全ては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。だな。なんだい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今まで、それほどのことをしてきたのは、すべて、自らを犠牲にする、それだけのためだったのか。そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は天理を騙せたことにすっごく満足してるんだ。水流、水流、泣かないで。できることなら僕が天理を審判したい。だって天理はエゲリアとほとんど変わらない罪を犯したわけでしょ。エゲリアが奪ったのは原始大海の力、天理が奪ったのは君たち古竜の力だ。僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。それこそ正義を貫く、正義の名に恥じぬやり方さ。正義といえば僕はこんな風に考えている。正義とは人類の存在そのものを遡る過程だと。原始大海の力を奪ったのがフォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正義は別として、フォンテーヌ人が人として生まれこの世に存在する資格こそが
フォンテーヌの原初の正義だ。言い換えれば、存在がエゲリアの正義だ。でも、僕にとっての正義は、存続なのさ。予言を打ち破り、フォンテーヌの人々を生かすこと。今はそれこそが、すべてを超える正義であるべきなんだよ。だけど今まで、僕も、すべてのフォンテーヌ人も、気が遠くなるほど、長くこの罪を背負ってきた。最高審判官、ヌビレット。元素竜のすべての力を取り戻した後、君はどんな判決を僕たちに下すのかな？当時、私をフォンテーヌ邸に招待し、最高審判官の地位につけたのも、今となって考えれば、君のアイデアだったのだろう。この立場の本当の意味を理解した。今になって、やっと。もとより私は、人間になど興味がなかった。だがこの500年、人間と過ごしたことで、種族を超えて理解し合い、彼らの気持ちを感じられるようになった。ずるいな。フォカロルス。今更私が、有罪判決など下せないことを、君は知っているのだろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければ。なんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。何が起こったの？まさか死刑の執行が終わったの？この激しい光は何かの目くらましかい？なんだか今
とんでもないことが起こったような気がするよ。みんな無事で海にも溶けてないんだから、きっといいことかも。そろそろ終わりにしよう。あのクジラを中罰する。え？でもあのクジラは倒せないって言ってたよな。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら、私はこの星の原始大海の力をクジラの体内から剥離させられる。今こそ追撃の時。旅人、ユシキの機能が失われた今、正義を執行するために処刑人が必要だ。フォンテーヌの全ての災いの元凶、予言を具現化した凶獣、その名も鈍性のクジラ。さあ、私についてきてくれ。処刑の時間だ。早く幕を下ろして。
元気出してよ。えい。とん。はっ。えい。ほっ。後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰と。さっきの力、何者だ。多分今言ってた内容からして、タルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなど、どう考えても妙だしな。力の差が激しいし、触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて、弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。ただまあ、干渉性は確かに悪くない。何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分だけど大事なところはそこじゃないと思うぞ。大事なところ？おう、大事なのはそのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない。彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん。師匠の知名度が足りなかったか。うむ。極悪鬼という称号を聞いたことはないか。極悪鬼？それも聞いたことがないのか。なら預言者ベズルフェルニルは、黄金レインドットならどうだ。レインドット知ってるぞ。魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。ほう、その名は知っていたか。今挙げた称号と名は師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれでお前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠もレインドットと同じ類のものと言える。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ、さっき預言者とか言ってなかったか。おいらの聞き間違いか。それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦っていた時、すべての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力は、この星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えば、
フォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っているはずだ。つまりお前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。予言は嘘だ。デマだったんだ。大丈夫？君は平気か？大丈夫？助かった？予言は嘘だった。北条の知恵、スピナディロースら災難後の再建について語る。先日記者はポア村長を訪れ、スピナディロースらのナビア氏とポア村長の現状と未来について話した。古い土にも新しい花は咲くでしょ。ナビア氏はそう語る。人々にとっての希望っていうのは、夜中に小腹が空いた時に見かけるクッキーと同じで少しあればいいの。飛行船ウィンガレット号、フォンテーヌ科学院の災いか、はたまた幸運か。
エドウィン氏にまつわる葬儀はあまたあったが、結果としてそれらの葬儀はフォンテーヌ科学院を覆うバリアとなった。一方ジュリエ氏は隠されし神秘の宝玉であった。人々は一番初めの研究者を狂人と呼ぶが、二人目のことはどう呼ぶのだろうか。たとえ二人目が奇跡を成し遂げたとしても、その者自身とチームをまとめて指す言葉を見つけるのは難しい。うわぁ、報道されてるのって本当にジュリエとナビアなのか。なんだか大物みたいに書かれてるぞ。どう？どれも結構目を引くでしょ。スチームバード新聞の考えは至ってシンプルよ。災いが過ぎて間もない今、無料の上にいい知らせがびっしり書かれた特集で人々の心を癒すの。これらのビッグニュースの価値は常に続きがあること。続報では背後のストーリーに深く踏み込むの。エドウィンの助手ジュリエは本物の飛行船を作った。スピナディロースらのナビアは人々を率いて故郷を再建しようとしてる。オイラも気になるって一瞬思ったけど、よく考えたらどれもきっかけはオイラたちの身の回りで起こったことだったんだよな。だからこれ以上気になることなんてないぞ。だからこそ一緒に取材に来てほしいの。わかる？君たちは最高のニュース提供者なんだから。それに君たちがいればあの公爵にだって絶対に会えるわ。本当か？もうたくさん取材を断られてるんじゃなかったのかよ。今度こそ大丈夫よ。行きましょう。まずはポア村長、それからメロピデ要塞に行くわ。現場に着いてからじゃないとわからないことだってあるのよ。どうしたの？うん、散歩がてら寄ってみたんだ。そろそろ手持ちの情報を更新しなきゃと思って君たちの様子を見に来たってわけ。あれ？サデュイの方もいるのね。ああ、紹介するね。こちらはグルント・スネージビッチ。召使いの代理としてスピナディロースらの業務を支援するための物資をいろいろと持ってきてくれたの。地元のみんなも精一杯頑張ってくれてるし、おかげさまで今のところは順調な方かな。多くの人を失ったけど、それでも私たちは前に進み続けてる。それで十分だと思う。シャルロットさん、はじめまして。お名前は金金。昨年のフォンテーヌの野良猫に関する記事はとても興味深く拝読しましたよ。ただできれば大々的な報道はお控えいただけないでしょうか。これは別に善意によるものではなく、スピナディロースらと利益が一致しているから行っているに過ぎないのです。よくわかりました。ご懸念は理解できますので、できるだけ軽く触れるにとどめますね。あるいは優しい隣人という呼び方はいかがでしょう。悪くないですね。お心遣い感謝いたします。おかえり。そっちはどうだった？現在の準備は済んだ。工事の人たちは1時間後に到着することになっている。あれ？
クロリンデじゃないか。来る暇なんかあったのか。実は最近例のフリーナ様との決闘騒ぎで超有名になっちゃったから、ポア村長まで逃げてきたのなんてね。嘘嘘、お手伝いに来てくれたのよ。ポア村長を再建するためにやらねばならないことは山ほどある。スピナディロースらにはもっと決断できる人材が必要だし、お父上のカーレスさんとは少なからず関わりがあったから。しばしお時間を。せっかくですのでちょっとお伺いできませんか。決闘前の心境や神を前にした際の姿勢について。それはよしてくれシャルロット、もっといい取材テーマが見つけられるだろう。相変わらずですね。ここは一つナビアの顔に免じていかがでしょう。なんなら私の写真をたっぷり撮ってけば、彼女を説得する手間も省けるし、それか旅人の写真でもいいんじゃない。もちろん彼女だって逃がしやしないわよ。では写真撮影に参加してくださる方は近寄ってください。はい、チーズ。どうだ、いい感じに撮れたか。おいらちゃんと可愛いか。悪くないわよ。構図的に君はまるで魚たちの頭のそばにふわふわ浮かぶ雲みたいね。うん、ちょっと待ってて、もう何枚か撮らせてもらうわ。よし、こんなもんで十分かな。また来られるし今日はこの辺にしとこう。行動が素早いな。スピードこそニュースの命だもの。フレッシュさが肝心よ。それに人の懐に入ってコネクションを作るのも私の得意分野だから、そのうちクロリンデさんをインタビューにお招きできるかも。あんたって本当に打たれ強いね。頭が下がるよ。おそらくメロピデ要塞が彼女の取材を受け入れたのもそういった方法で説得されたからだろう。わあ、お耳が早いわね。私がシグウィンさんに尋ねた後、シグウィンさんからヌビレット様に伝わって、さらにヌビレット様がクロリンデさんに伝えた。そうでしょ。綺麗に情報が連鎖していますね。ヌビレット様はただ私に、メロピデ要塞はいつからメディアに対してそんなに友好的になったのかとお聞きになっただけだ。ヌビレット様の質問に対し、私は公爵が自ら出向くとは限らないから友好的になったとは言えない、そう申し上げたんだ。その通り。彼らにインタビューできる時間は1分たりとも無駄にできないわ。善は急げって言うし、私たちはお先に失礼させてもらうわね。じゃあ気をつけて。何か面白いニュースでもあったらまた帰ってきて聞かせてよね。お礼に美味しいアフタヌーンティーでもてなすから。懐かしい感じがするぜ。あんたらにとってもここは忘れられない場所らしいな。公爵、入り口まで出てきてるなんて。ひひ、オイラたちを迎えに来てくれたのか。ああ、あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさんをお迎えに来たんだ。フォンテーヌの噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとお目にかかれるなんて。メロピデ要塞を訪問してのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃない。交わした約束を覚えているかい。あ、それはもちろんです。さあこちらへ。
写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張しなくていいですよ。シャルロットさん、今の写真が本当にスチームバード新聞の一面に載るのですか？あるいはルールビーはジュリエと並んで新聞に載せられるのが嫌なのかも。そんなわけがないでしょう。ほう、そうやってきっぱり否定する様子から見ると今回のインタビューにはかなり期待してるのかい？違います、僕はただインタビューなんて初めてですから、わざわざ僕にインタビューしに来てくれたスチームバード新聞にありがたい気持ちでそうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。でもここだけの話、あなたとおしゃべりする方が私は好きです。あなたは彼よりもさらに素晴らしいテンポの才をお持ちでいらっしゃると思います。奇跡を運ぶ船舶、世の人を救う箱舟、あなたはまさに伝説に出てくる使者のように神話を再現なさったんですから。ですが、その空飛ぶ船は今どこにあるんでしょうか？シャルロットのやつ、またスクープを狙ってるな。大変申し訳ないが、あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうなのですか？ではその穴埋めといってはなんですが、あなたにインタビューしても？答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューするか、あるいはこちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうしてコンビの写真って強調なさるんですか？ではでは、一人ずつ2回撮らせていただくということで。僕の髪がおかしくないかちょっと見てくれないか？メロピデ要塞にもこんなに賑やかな日があるなんてな。って待てよ、よく考えてみたら前にも賑やかな時があったよな。あらら、みんな揃って。ね、うちが作った新しい飲み物を飲んでみない？あ、看護師長。あのシャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長の素敵な写真も撮って差し上げてください。あ、もちろん。シグミンさん、私についてきていただけますか？人が少なくて明るい場所がいいので。ん？あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの？それでここ最近メロピデ要塞はどうだったんだよ？見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響は与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ世論のスポットライトは当てられるべきだ。そう思わないかい、ジュリエ、ルールビー。身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた方がいいと思いますが、あなたはそれを嫌がりますから。スポットライトはやっぱりあんたらとこの二人の功労者に譲るよ。なるほど、あの日それだけのことが起きていたのか。あの執行官についてだが、あんたらも覚えてるだろう。彼の三人の子分が未だに奴の帰りを待っている。本当に一途だな。彼らにはいい知らせと悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは、彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと。そして悪い知らせは、脱獄の手助けをしたってことなら刑期が伸びるってことだな。変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、
ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか、果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか、そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。旅人、帰りましょう。またお邪魔させてもらいますね。また？ええ、もしかしたら水中工場の記事を書くことになるかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不当よ。ナビアが教えてくれたの。リネさんたちとは手を組んだ時以来連絡を取り続けてるらしいわ。で、最近あの子たちは不当のあたりで不思議なポケットを配ってるって。旅人、パイモン、それにシャルロットさん、マジックポケットはいかが？それって何かすごいものなの？物を運ぶ時に使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、まだ至る所の水たまりに物が浮かんでる。このポケットを使えば運ぶことができるし、お友達に運んでもらうこともできるから。友達に運んでもらうって一体？フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょ、フレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイデアね。もしよかったら連絡先を教えてもらえる？あ、わかった。僕の住所を教える。リネット、フレミネに人と交流してもらうために頑張ってるんだな。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流したいって言い出したのよ。それにマジックショーのアシスタントもやってみたいって。ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミネにも加わってもらおうと思ってるんだ。今後水中脱出は大方フレミネに任せられそうかな。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。ま、きっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一歩から。そのうちフレミネも僕たちのマジックショーの一員になるだろう。リネット、ちょっといい？シャルロットさんが僕たちの写真を撮ってくれるって。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。僕が話したいことがあるのを読んで場を用意してくれるなんて。お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに世話になったそうだね。君たちがフォンテーヌのために力を貸してくれたことに感謝してたよ。大したことじゃないで。フォンテーヌにはオイラたちの知り合いもいっぱいいるしな。そういえば召使いは今どうしてるんだ？ああ、まだ知らなかったんだね。
実は、そう、フリーナ様が去った後、お父様とヌビレット様との間で話し合いが行われてね。結局、フォンテーヌの神の心は外交的贈与としてお父様に授けられたんだ。外交的贈与？神の心を召使いにあげたってことか？ああ、僕も最初はすごく驚いたけど、よく考えてみたら叱るべき理由がいろいろあるってことに気づいたのさ。例えば、例の孔子様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び、それから孔子様が原始大会の中で鈍性のクジラを阻止してくれたことへのお礼、それだけじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関やポア村長のことをいろいろと手伝ってたからね。それにしたって、いくらなんでも、だって神の心なんだぞ。なんだか軽く扱いすぎじゃないか。それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え？じゃあ、あいつしか知らない理由でもあるのか？さあ、それはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あ、前にメロピデ要塞の入り口付近で散歩中のヌビレット様を見かけたよ。あいつってすごく忙しいんじゃないのか？そんな暇があるなんて意外だな。でも神の心は召使いにやったんだろ？じゃあタルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、孔子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いが起こった時、彼は生死の境をさまよってたからね。そうそう、今までファデュイとの間じゃいざこざがたくさんあったけど、まさか今回はファデュイと味方になるなんてな。立場が変わっただけのこと、それほど驚くことがあるかな。うわぁ、誰だ？お父様。子供たちの様子を見に不当に来たんだが、旅人にも会えるとは。フォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。その、お前は神の心をスネージナヤに持ち帰るのか？これはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。ファデュイが目指すゴールはある場所や個人ではなく、この世そのもの。これほど壮大なゴールを掲げる我々としては、複数の顔を持たないことの方が難しいだろう。そしてまさにこの私も様々な顔を見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても信頼しないし、自らもそんな約束はしない。一時にとどまるのみの真摯さは本当の真摯さとは言えないからね。また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。先行は一人では成し遂げられないからね。それに君たちは実に優秀な協力者だった。神の目？了解した。講師のため大切に預かってくれていたんだね。ありがとう。こっちはおい、まさか。こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければ、あなたのお写真を撮らせていただくためには確か外務省に届ける必要がありますよね。おっしゃる通り、残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師としての、そして未来の神聖魔術師としての一面をたっぷり書いていただければ嬉しい限りだ。はい、お任せください。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。では失礼する。お父様、それではまた。あの方、
すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はほぼ終わったし、これだけの材料があれば記事を書くには十分かな。本当にありがとね。そう固くならないで。そうだ、お別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。旅人とパイモンも一つずつどうぞ。物を運ぶためのポケットだっけか。そうだよ、確か君たちに初めて会った時も僕たちはマジックポケットを配ってたね。そして今偶然にも同じことをやってる。いろんなことが起きたけど、ポケットはあの時と全く変わっていない。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての出会いは縁に導かれた結果なんだね。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから、お先に失礼するね。旅人、パイモン、いい一日を。シャルロットも見送り終わったし、ナビレットの様子を見に行こうぜ。あいつ、したトリック。サプライズ。メロピデ要塞の入り口。うわ、こんなにいたぞ。やっぱり。ああ、君たちはリネ君に会ってきたのか。そういえば前に彼がここを通りかかって挨拶してくれた。ちょうどよかった。君たちに説明が間に合わなかった部分についてきちんと答えると約束していただろう。いいタイミングを探っていたところだ。覚えてくれてたのか。事後処理で忙しいはずなのにオイラたちにまで気を回してくれてたなんて。早速だけど、フォンテーヌが一体どうやって救われたのか教えてくれよ。オイラにとっちゃ未だに謎だらけだぞ。うん、多くの物事は語ろうとするとかえって戸惑いを感じてしまうものだな。私にとって古竜の体験とは、水元素を掌握する絶対的な力のことを意味している。フォンテーヌの人類は最初、エゲリアが大海の力を利用して作った不完全な人類であり、つまりは擬態にも似たような形態だった。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使し、この星で最初の命が育まれた時の過程を真似て、彼らに真の血液を与えることができる。つまり私が判決を下したその瞬間、
フォンテーヌ人は真の人類となり、二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォカロルスはそこまで計算してたのかよ。それこそが予言が実現したと見せかけると同時に全ての人を救える鍵だったんだろうな。だな。ある意味フォカロルスはこの方法で純粋精霊を人類に変えてあげたいっていう初代水神の願いも叶えてやったってことか。その表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。君たちはもうじきナタへ行くのか。ガイドの才能は全くないが、私の知っている範囲のことならば知恵を授けよう。私の知る限り、ナタは竜の国だ。竜の国？お前みたいな竜のことか？いや、私がナタで歓迎されるようなことはないと思うがね。私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。召使いとの談判で思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスが、すでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長。なんだか手強そうな響きだぜ。本当にどこに行っても、あいつらファトゥスの活躍が見られるんだな。万全の準備をした上で、ナタに行くことをお勧めする。それまでは、心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、ちょっと待ってくれ。神の心についてもう一つ聞きたいことがあるんだ。この前リネはお前が神の心を渡すことについて明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ。ハウス・オブ・ハースがファデュイの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。え、まだあるのか。あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。よし、鈍性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。ふむ。一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ、答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。ふむ。お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か神の心と言ったか。確かに。フォカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし君が今言ったことについては間違いなく初耳だ。
私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。もとより人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流には、いつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは、災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは、本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりは、やがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは、私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら、今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば、私には弟子が一人いてな。何かあれば、あいつに伝えさせよう。ここまでが、私が彼女から聞いた話だ。役に立つかどうかは分からぬが、まずは君たちに伝えておきたいと思ったのだ。第三降臨者の遺骨？神の心がそうなのか？チェスの駒みたいな形ってイメージだったけど、あれは遺骨だったってことか？彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。もしスカーク殿の話が本当ならば、それがフォンテーヌにある限り危険の種となりうるだろう。降臨者という概念を認識しているだろうとは思っていたが、君自身が降臨者であるとは予想だにしなかった。となると、元素に対する極めて高い適応力を持ち、ひいては元素力を増幅することさえできる神の心の力は、第三降臨者に由来するわけか。君も似たような性質を持っているのか？そうだな。神の目を持ってないのに、元素力を操れる能力とかか？これも特別な適応力って言えるかな？いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だって、なんだかすごく変な感じだぞ。死んだ第三降臨者と旅人を比べるだなんて。そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたら、あいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をするのはあまり賢明なやり方ではない。法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。そうだな。ホカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど、神として自分を犠牲にして、人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって、
本当にあいつが望んだことだったのかな。神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって大地に降り注ぐのだろう。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。